ブレードファンの皆様、こんにちは。久しぶりのブレードの紹介になりますか。ちょっとね、期間を少し置いてしまったんですが、ですね、今日はこちらのね、ナイフになるんですけども、こういった構造、まあ実はバタフライナイフなんですが、バタフライナイフは持ってないんですよ。初めてです。浦部、健三さんっていうナイフ作家さんの名称がユーティリティバタフライというナイフです。ちょっと開けてみますね。こんな感じですね。こうやってロックをここでね、外して、このように開くことができて、ブラックの感じのブレードと、あとここにスーッとね、文様がこう入ったような形になってるんですけども、まあこのような、ちょっとね、詳しいことはまた追って説明します。さっき述べたように、バタフライナイフは持ってないんですよね。バタフライと言いますと、私の中でやはりバリソン、ベンチメイド、っていうね、アメリカの大きな会社がありますね。昔ですけど一世を風靡したこういった形のバタフライナイフというもので、その時はまだバリソンっていうねメーカーだったらしいんですけど、蝶々のねマークは変わらずにベンチメイドという、ね、メーカーになって、とても大きなナイフメーカーさんですね。こちらのね経緯は3月になりますか、兵庫のオール日本ナイフショー行きました。でそこでパッとねこのナイフがね目に入ったんですよ。触らせてもらってすごくね良かったんですよ。で現地で購入しようとしたんですが、もうこのナイフね売れちゃってて、若干この仕様が違ってたんですけど、現地にあったものはブレードがねこういうねブラックのブレードじゃない、これはね鋼材がね、VG7 っていうね鋼材で作ってもらってるんですが、現地で売ってたのは VG10 のもので、このようなね黒い感じのブレードじゃなくて金属感のあるブレードだったんですけども、このねスペースは黒いんですけど、ここね赤い色のやつ、コミガネっていうのかな、使ってたりとか、ちょっとスペーサーの色変えて、このね見えにくいんですけどブルーのね薄いスペーサーをこうやって入れてもらってるんですけど、この辺はね今回制作にあたってお願いしたんですが、これが赤だったりとか、確かねまあ売れちゃってたんで、欲しいですって言ったら、じゃあ作りましょうかということで、そこでね契約をさせていただいて、制作をね、していただいたというものです。で、その制作にあたって、若干仕様をね、自分のさっき述べたように、このね、ブルーの薄いね、コンマ4ミリだったかな。ハンドルは、ブラックのマイカルタ。すごくね、丁寧な、浦部さんなんですけど、丁寧な方で、まあ、この制作にあたって、仕様の確認ということで、手書きのね、図面をね、送ってくれて、このような格好で、チェッカリンがこのような格好、スペースはこのような格好とかね、チェッカリンが入るところはこのあたりとかね、あと、ここのね、コミガネっていうこうね、ちょっとね、スペースがあるんですけど、ここね、私これ黒にしてもらったんですよ。赤かったんですけど、現地で売ってたやつはね。とか、まあ、その辺の仕様の確認のことで2回ぐらいね図面を送ってもらって、まあ、その点手間とかもね考えるとすごくね几帳面で丁寧な、ね、方だなっていうね印象で、すごくね好感が持てて、電話でもねいろいろ仕様についてやり取りさせてもらったんですけど、行きましょうか、スペックの方行きましょうかね。ハンドルはブラックのリネンマイカルタです。キャンバスじゃない、すいません、ブラックリネンマイカルタ。このブレードの鋼材が VG7 です。刃のね、鋼材変えれますかっていうふうに私言ってたんですよ。そしたら、ちょうどね、竹富特殊鋼さんとかも、神戸のオールナイ日本ナイフショーを出展されてて、この鋼材とかも出てたんでね。で、浦部さんの行為で、VG7 で作りましょうかっていうね、提案をいただいて、で、私 VG7、モキナイフのバーグっていうモデルのものを持っているもんですから、VG7 ね、いいなっていうね。VG10 よりも、なんかこうね、いいなと思ったんで VG7 にしてもらいました。細かいところ、刻印とか、これね、K3 って書いてるんですけど、これ、浦部健三さんの、健三の K3 っていうね、確認はしてないんですけどね、名ですね。あと、裏、これね、DPS って入っているんですけども、DPS ってっていうのが、聞いたらね、浦部さん曰く、竹富特殊鋼の板材で、DPS ゴールド特殊、うんちゃらかんちゃら、VG7 っていう風になんか書かれていたような形で、その板材がね、出てたらしいんですよ。で、その頭文字の DPS を取ったらしいです。スペックでしたね。ナイフのね、重量からいきます。いきますね、重量は。
重さが 185g です。どうなのかな、まあこのサイズで言うと意外とね、このまあことで言うと軽いのかもしれない。一応ね、比較としてシースナイフなんですけど、奈良定さんのハンティングのね、ドロップポイントハンター、5インチだったかな、長いやつですけど、同じナイフ作家さんのカスタムナイフということで、ちょっと今回このねナイフに引き合いに、ね、出てもらいましょうか。 207g ですね。だから重量的には意外と、まあ、若干 20g ぐらい差はありますけど、近い世界がねあるのかもしれないですね。まあまあ長さの方は、全体の長さが200ね、まあエンド端で行くところのこのねハンドルのエンドで 225mm、 若干このねハンドルストッパー、ヒンジって呼ばれるね、これが飛び出てはいるんですけども、数ミリね、これを抜きにして225mm です。でブレードの長さがだいたい 100mm、ぐらい、 10センチだね、 100mm ぐらい。有効波長は 94mm、 3mm、 4mm ぐらい、 3mm ぐらいかな、93ミリぐらいだと思います。で、畳んだ時の長さが131ミリぐらい、2ミリぐらいかな。あといつも忘れがちなこれね、ブレードのこれグラインドですけど、こんなグラインドなんですよね。ちょっとね変わったような感じのグラインドでね、こういうグラインドなんですけどね、これがねホロ、こんな感じのホロなんですよ。前はね、でこういう風な感じので、ここはこの部分ね、ここにうっすらとこういう風にラインが入ってるでしょ、まあ削りのトップね、こっから削ってるんですけど、削りがこういう風に入ってる、ちょっと変わったというか、そんなに多くはない削りの入れ方で、これがねまあ私も浦部さんとお話しさせていただいて改めて勉強になったんですが、私もね、好きなね、で、浦部さんもね、好きなナイフですっておっしゃったんで、ランドールのアラスカンスキナーっていうね、M11 だったかな、モデルがあるんですよ。私もね、欲しくて、探していて、持ってないんですけど、あのね、ナイフがね、このような格好のね、削りの入れ方になってるんですよね。根元が厚くて、先端がね薄くなるような格好、下からこう上に向かって、ブレードの剣削のトップの位置がぐーっとねこう上がっていってるんですよね。この格好でちょっと近くでお見せするとこういう風にですね、こちらのね奈良定さんのモデルなんですけども、まあ、フルハイトグラインドっていうのかな、フォローでも表面加工がねすごくて、映像的にはちょっと苦労する部分あるんですけど、こんな感じ、美しいんですよね。またこれが本当にこのフォローグラインドすごいでしょう。一つのね工芸品の域に達してるような感じ、道具としての、まあ、側面もあるんですけれども、それをまた昇華させてね、前からこうね合わせると刃がね薄くなってるんですよね。でこの音がね、こうやってブレ、わかります、金属のチンチンチンっていう声の、この刃が薄いからこういう風に音が、これも一緒、ちょっとまあさっきの奈良定さんのやつよりも聞こえにくいかもしれないんですが、こんな感じ、ちょっと機械が鳴ってるから少し聞こえづらいかもしれないんですが、まあアラスカンスキナーをね引き合いに出してましたね。アラスカンスキナーのグラインドがこのような格好の削りがこういう風になってるんですよ。前に従ってグラインドのトップの位置がぐーっと上がって、削りが入っているような格好でね、刃はね薄めにね仕上げられてます。すごくね、ちょっと見えにくいかもしれないんですが、こうやって見ましょうか、トップからね、わかります、この薄さ、先端の方ね、この薄さですよ。切れ味はいいと思います、すごくね、こっちと比べても全然違うね、このような格好で、ほらね、この薄さですから、あ、そうだ、刃の厚みはね 3mm、 2.97 でしょ、
3ミリの鋼材でいってます、うん、薄いんですよね。だから前に行くに従ってこんな感じでね、前の方はコンマ5なんだとかコンマ5ミリぐらい、先端はね、先端の薄い部分はそのぐらいの薄さになってる。このあたりもうコンマ56とかね、そのあたりです。で徐々にこうやって厚くはなるんですが、だからすごくね、繊細な感じ、このほじったりとか木をかくかんやるようなナイフではないんですよね。綺麗な薄いね刃で仕上げられてて、切れ味はとてもいいんじゃないかなと思います。とね、これと引き合いに出したかったんですが、この感じなんですよね。スペーサーね、私がお願いして奈良定さんのドロップポイントハンターを作ってもらった時にもこのブルーのライナーを入れてほしいと指定しました。これハンドルはバッファローです。バッファローのホーン、今回の浦部さんにも青いスペーサーがあったら作ってほしいと。この薄めの感じ、コンマ5ミリぐらい、こっちコンマ4なんですけど、まあそのぐらいの薄めがなんだかこうね、美しくないですか。主張しすぎずに、ハンドルのこの黒のね、こちらはバッファローホーン、こちらはね、ブラックのリネンマイカルトですけど、黒いハンドルの色調を薄いね、ブルーのスペーサーが、より黒を引き立たせているような面持ちで、私はとても気に入っています。少し細かなところの作りの説明をして終わりにしたいと思います。ブレードのね、この特徴的な模様の入り方、 VG7 っていう鋼材が挟み込みのね鋼材で、両側から 420J2 っていうステンレスでこう挟み込んで作られているんで、芯材が VG7 なんですよね。で VG7 がこのような格好で現れてきてる。多いのは刃の先端だけにこういう風に模様がね現れているの格好。同じ鋼材の VG7 の、バーグとかファルクニーベンの S1 プロ、私持ってるんですけど S1 プロ、先端のね VG7 と 420J2 の境界線が刃先にねこう現れてるんですけど、このナイフは削りがねランドールのアラスカンスキナーのような削り方になってるのと、あとホログラインドっていうね、薄くね刃を仕上げているような格好になってますので、それが影響してこのようなね境界線のラインがここにね出ているような形になってます。ブレードのこの黒い感じの表面処理っていうのが塩化第二鉄を使った処理ということでしたね。被膜が強いような格好です。このねカシメはね、何て言ったかな、なんか浮きカシメとかマッシュカシメとかね、いろいろねこう作る時にねあるらしくて、中にねこのねブレードとハンドルのね間にねちょっと金属のねちらっとここね間に見えるんですけど、これね透視の3ミリ圧のカラーパイプみたいなねものがズボンとこう透視で入ってて、構造的なね丈夫さをね追求したような形、要はこことここ2箇所ね、片付きとかこう使っていくうちのぐらつきとかそういうのをねこう抑えるというか、丈夫な構造になっているようです。全くこのガタつきなんとかね、こうやってねこうした感じないんですよ。精度は高いです。機械でね大量生産して作っているようなものではありませんから、一つ一つ手をかけて作っているので、それにね作り手の思案とか技能などが細かなところに現れてくるんですよ。私はそういった部分をカスタムナイフに見るのが好きです。なんていうか、それは人の思いだったりとか細やかさだったりとか、いろんな部分がねこう想像ですけど、直接対話をしなくてもものを見ることによってそのものがいろいろと教えてくれるような気がしてなりません。まあそういったものをこのものからねこう感じ取ることというか、受け取ることが私は好きなんですよね。で特にこのカスタムナイフ、人がね直接ね手でものを作っているというね、手作業の工程がとても多い工芸品と呼ばれるものに近いようなものには、
たくさんの思いがね詰まっているような気がしてならないんですよ。それがね私がねナイフに惹かれる一つではあるんですが、余談はさておき、すごくこうね細かな部分見ていってほしいです。この F は何だろう、まあ、F っていう文字だと思いますが、ハンドルストッパーね、ヒンジです。これもすごくねいいです。口で言うと絶妙なテンションです。この挟み込みの強さなんですけど、強すぎもせず弱すぎもせず、だから勝手に落ちることないですし、これがね硬いすぎることもないんですよ。だからこの辺の絶妙な具合っていうのは技術ですよね。思いやりの部分にもなるのかもしれない。使い手をね考えた、こんなようなねぬるぬるっていう風にね動くような格好で、すごく気持ちがいいです。でこうでロックがしっかりかかって、で開いて、でここの動きもすごくねいいです。バタフライナイフっていうと、このアクションをねパパパパパパってねこうされる方がいると思うんですけど、私はすいませんそういうね技能がないんでできない。多分やっちゃうと確実にね歯で、手を怪我すると思います。この前久しぶりに別のナイフでねザクッとねかなり深くね切っちゃったんですよ。それちょっとあんまり言うのはあれなんですけど、だからねもう慣れてもやはり刃物使うのはやはりね気をつけてね扱う必要があるということを改めて感じました。ハンドルの形成もすごくねこう丁寧、こういう風なね感じで、で厚さはこんな感じです。数字でちょっと追ってみましょうか。前の方は12ミリね、中の方は19ミリぐらいまでありますね。18とかねそのあたり 19.1 ね。こっち参考までに測りましょうかね。21ね、前の方は15ですけどね。ハンティングナイフなんでこの前のね方はね薄くなってます。横持ちというかね、こういった持ち方がねこうやってチョイルって言うんですけど、こうやって持つ時にねこうやって挟み込むんで、だいたいハンティングナイフはね前の方こうやってね薄くなってることが多いんですけど、厚みはねこっちもあるので、この握りがいいんですよこのナイフは。パッと見のね美しさもさることながらなんですけども、このハンドルはねすごくだから持ちやすい、このしっかりね握ることができてすごくね握りやすかったんで、そこにもねあの魅力を感じましたね。小さなトルクスネジっていうのかな、ネジが小さいネジが 1,2,3 使われてて、ハンドル材を固定するような格好になってます。細かなところ文句のつけようがないというかね、綺麗にねできてます。細かいところこうやってね見ていってもらいましょうか。でここのボッチがあるじゃないですか、このねこのボッチは何人かというと、ここのボッチね、ここをこうやってね持ってきた時にほら、ね、ここねこうやってこうはまるっていうか、ここに挟み込んで固定、隙間が空いてこっちでカチッっていう風な格好でブレードをこうねここで挟んでるんですよね。そういう溝がね掘ってます。この刻印にはね金色の色がねこう入れられてて、かっこいいですよね。金色でねこう彫りを入れられて、で上から見るとブレードこんな感じでね、でここにね細かくジンピングをね入れてもらってるんですけど、ジンピングもねすごく綺麗、ブレードの剣削もすごく丁寧で、この薄さ、この薄さでブレードのこの剣削を仕上げられてる。あとこのアクション時このねガタつきはないです。で中このステンレスハンドル材、中はちょっと見えるんですけど、こうやったらね穴をね開けてます。軽量化のためかな、こんな感じでねこうやってね隙間からちょっと見えると思うんですが、すごくいいですね。もしねちょっと気になったね、方がねいらっしゃったら、浦部さんにねお願いしたらね作ってねくれると思います。一品物のこういったねナイフが欲しいっていうね気になった方がいれば相談されてみてはいかがでしょうか。ユーティリティバタフライのね切れ味を軽くご紹介します。まあ、この薄い刃からもお察しの通りなんですが、すごい切れ味です。レーザーシャープということですね。
はい、ではね、浦部健三さんのユーティリティバタフライっていうね、ナイフの紹介でございました。それではまた。